Thank you.
エミールさんから渡された鍵はここのものですよね。こんなに月の涙が。この場所は。来てくれてありがとうございます。エミール、ここは僕がどうしても守りたかった大切な思い出の場所です。いえ、正確には僕だった人なのですが。よくわからないな。詳しく教えてくれますか。僕はもともと大昔に兵器として作られました。ありとあらゆる環境に適応し殲滅するための兵器の一部として。兵器だったのか。エイリアンとの戦いが始まった時、僕は自己増殖による兵力増強を行いました。自己増殖。はい、僕は複製された無数のエミールのうちの一人です。僕たちはお互いに協力し合うことでなんとか防衛線を維持していました。しかしそうやって何百何千とコピーされていくうちに僕たちの記憶は薄まっていったのです。ここはもともとのオリジナルのエミールが好きだった場所。ずっと昔好きな人たちと一緒に過ごした場所。辛いことも悲しいこともたくさんあったけれど、でもオリジナルにとってあの旅の記憶は本当に本当に宝物だったんです。僕の記憶の中にもかすかな名残として残っています。そのオリジナルってのはどこに。わかりません。僕らはあまりにも数が多くなってしまったので。そうなんだ。そして僕たちには決着しなければいけないことがある。え？ああ、そうだ。これまでのお礼にこれを渡そうと思ってたんです。どうか受け取ってください。月の涙は願いが叶う花だと言われているんですよ。ありがとう。僕の方こそありがとうございました。おかげで大切なものを思い出すことができました。この思い出があれば僕は一人でも頑張れます。おかげで大切なものを思い出すことができました。この思い出があれば僕は一人でも頑張れます。
げで大切なものを思い出すことができました。この思い出があれば僕は一人でも頑張れます。Yeah, no,